さんこんにちは。ここは根府川というところになります。多分根府川と聞いてもちょっとご存知じゃない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、一応ここはですね神奈川県の、まあ、かなり西の方になるんですかね、小田原よりも西、2つ先の駅なんですけども、東京から1時間ほど、で訪れることができる海の絶景スポットなんですよね。このように駅のすぐ目の前が海岸線というか海になっておりまして、ちょっと今日はあいにくの天気なんですけども、晴れた日に素晴らしい景色が眺められます。こんな駅ものどかな感じでして、結構CM の撮影とか、JR のポスターの舞台になったりもしているようです。ホームとか見てると観光客っぽい方もちらほら、キャリーとかを引いている方もいらっしゃいますね。都心から近い割には非常に海を体感できるいい場所だと思いますので、ちょっとレポートしてみたいと思います。駅前はこんな感じで何もないんですけど、ヒルトンが近い、小田原のヒルトンリゾートが近いというところで、送迎バスとかも来ているみたいです。駅はこんな感じですね。はい、そして外からはホームと海、一緒に見れる絶景ポイントがあります。カメラを抱えている方もいらっしゃいます。やっぱり天気が良ければですね、すごい綺麗だなと思いますよ近くには温泉もありますしね、都心から1時間ぐらいでひょっと東海道線に乗って来れてしまうと。ご紹介でした。